はいどうも皆さんこんばんは。 BC セル所属 ADC 担当のビビロイヤルです。本日はですねパッチノート 3.2 が公開される前に最速で解説の方を取っていきたいと思います。はい、今回の動画はパッチノート 3.2 でパイク、ノーティラス、エコーの3体のキャラクターが追加されるのですが、そのうちのエコーの解説動画になります。なおノーティラスとパイクに関してはレックスチャンネルの方で紹介させていただきます。概要欄にレックスチャンネルの URL 載せてるので参考にしてみてください。はい、まずはチャンピオンの特性について説明していきたいと思います。まずイケルレーンなんですけれども、バロンレーン、ジャングル、ミッドレーンとなっております。機動力に関するスキルが多いので追撃だったり逃走なんかがとても得意なキャラクターです。あと AOE も多いことから集団戦に強いっていうのと、プッシュが速いのでスプリットプッシュも低リスクで行うことができます。エコーは AP 系のビルドを積むんですけれども、そのビルドによってはですねアサシン的要素もファイター的要素もいけるようになっております。はい、それではスキル紹介を行っていきます。はい、まずはパッシブのゼロドライブ。このパッシブはですね敵チャンピオンに AA かダメージスキルを3回当てることができると追加ダメージと MS を獲得できます。でこのパッシブなんですけれども、モンスターにも適用されてダメージ増幅があるため、まあ、これがちゃんとワイリーフにも適用されていたらジャングル周回もできます。はい、1スキルのタイムワインダーですね。こちらは指定方向に貫通するグレネードを投げて当たった敵にダメージを与えることができます。で敵に当たるか長距離飛ぶことで戻ってきて、で戻ってくる時にも判定があります。はい、2スキルのパラレルトラップ。こちらパッシブとアクティブがありまして、まずパッシブの方がですね、敵の HP が 30% 以下になると AA に追加魔法ダメージを付与することができます。でアクティブがですね指定地点に3秒後にフィールドを発生させて範囲内にいる敵チャンピオンに継続的にスローを与えることができます。でこのフィールドに自分が入った場合、フィールドが爆発して範囲内にいる敵チャンピオンにスタンとシールドを獲得することができます。はい、3スキルのフェイズダイブ。こちらのスキルは指定方向にブリンクした後に4秒以内の最初の AA レンジが300も増加しますと。でその AA を敵に当てることができると対象の元にワープすることができます。はい、ウルトのクロノブレイク。こちらもパッシブとアクティブがあるんですが、まずパッシブの方が4秒前のホログラムが出現するようになります。自分の後ろに影がついてくる感じですね。でアクティブがホログラムの場所まで戻って AOE の魔法ダメージを与えることができます。でさらに HP も回復することができて、その回復する HP は使用前4秒以内に失った HP 1% ごとに 3% 最大 300% まで増加します。ホログラムの場所まで戻っている間にですね、展開したパラレルトラップにスキルがある場合はですね、速度にその効果を発動することができます。最後にスキル上げはですね 1,3,2 の順番で上げていきます。はい、続きましてエコーの基本コンボについて解説していきたいと思います。めちゃくちゃ多用するコンボなので、まずはこのコンボを覚えるのがとても大事です。そのコンボはですね2スキル3スキル AA1 スキル AA になります。でまあ、ウルトが含まれてないんですけれども、まあ、ウルトはタワーダイブだったりですね、自分のホログラムが相手に重なるときに打つので結構場面によって組み合わせる感じになると思います。はい、続きまして立ち回りについて解説していきたいと思います。で、まあ、ジャングルとレーンがあると思うんですけれども、レーンはですね基本コンボを使用してショートトレードだったりでウルトを覚えてからのオールインでキルを狙うという感じになります。でフリー対面の場合は、まあ、耐えるアクションも必要になるかなと思います。でジャングルの方はですね、まあ、基本コンボを使用したガンクだったり、まあ、ダイブアクションが非常に強いので、まあ、サイドレーンだったりミッドレーンでどんどんダイブをしていきたいなというキャラクターになっております。で集団戦はですねウルトが位置調整と HP 回復がついておりますので、まあ、エンゲージを行って相手のフォーカスをもらって離脱だったり、まあ、相手のキャリーを落とすようなアサシン的な役割ができますので、場合によって使い分けていきましょう。はい、最後にビルドとルーンの紹介になります。まずビルドですね、これ本当に AP のダメージを大ダメージ出すっていうビルドなんですけれども、ロッドオブエイジス、リッチベイン、ガバドンデスキャップ、インフィニティオブクリスタルリフレクターになるんじゃないかなと思っております。でナッシャートゥースも相性のいい可能性がありますので、まあ、リッチベインの後にナッシャートゥースを積んで、まあ、でインフィニティオブかクリスタルリフレクターを外すというのもありだと思います。で本家の方も非常にビルドが多様なので、タンクビルドとかもあるかもしれません。まあ、基本的にですねシーン系アイテムと非常に相性がいいので、その場合はディバインサンダラーだったりアイスボーンなんかも相性がいいかなと思います。で、まあ、ディバインサンダラー、デスダンスみたいな明かりみたいな感じのビルドになるかなとも思います。はい、続きましてルーン。まずはキーストーンですね。まあ、基本的に征服者で、場合によっては電撃で、タンクにする場合は悪役が相性がいいかなと。
で、新たに追加されるリーサルテンポやクラーケンスレイヤーはあまり相性が良くないと思います。で、続きまして波動ですね。波動はまあジャングルはブルータルかなと。で、レーンは吸血でも凱旋でも、まあ、割とお好みでいいかなと思います。で、不滅と典型に関してはまあ相手の構成に合わせてお好みで選択していくという形になると思います。キャラクターが登場したらですね、プレイ動画も上げられればなと思っております。またですね、パッチノート 3.2 で新たに登場するルーンについての解説も上がりますので、そちらもご参考にしてみてください。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。